レッドフィンは、アメリカ海軍の潜水艦。河東級潜水艦の一隻。艦名は種を問わず、赤いヒレを刺す就職後だが、種名称としては、小イカの小型種の一部を刺す。バーチェルスレッドフィンウグイレッドフィンは1942年2月16日に、ウィスコンシン州マニトワックのマニトワック造船で、寄港する。1943年4月4日に、 ビ B ビー・ワイガントップ人によって浸水し、艦長ロバート・ディー・キング少佐の指揮下8月31日に収益する。レッド・フィンは10月15日にニューオーリンズを出港し、ガラパゴス諸島・ミルン湾を経て1944年1月3日にオーストラリアのダーウィンに到着した。1月4日、レッド・フィンは最初の紹介で南シナ海方面に向かった。 1>, 1月9日未明、レッドフィンは北緯03度23分統計121度55分、北緯3.383度統計121.917度、3.38321.917の地点で2隻の輸送船と2隻の護衛艦からなる輸送船団を発見し、魚雷を3本発射したが命中しなかった。1月16日夕刻には、 北緯十五度零八分、統計百十四度五十八分、北緯五点一三三度統計百十四点九六七度、十五点一三三百十四点九六七の地点で、レーダーで四つの目標探知。その頃、インドシナ半島クイニョン機能東方四百七十キロ地点で、シンガポールに向かっていた非31船団は、対戦相当のため口区間転進風を分離し、 探索を行わせていた。レッドフィンは夜に入り、北緯14度40分統計113度50分、北緯14.667度統計113.833度、14.667113.833の地点に至ったところで、天津風に対して魚雷を4本発射し、魚雷は天津風の艦首に命中して、天津風の艦隊全部を大破させ、 航行不能に陥らせた。レッドフィンでは、魚雷はすべて命中して目標は激鎮と判断していた。2月17日、レッドフィンは45日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島。艦長がマーシャル h オースティン少佐に変わった。3月19日、レッドフィンは2回目の紹介で、セレベス海方面に向かった。四月八日、レッドフィンは、夏型巡洋艦。 名取型軽巡洋艦及び、吹雪型駆逐艦からなる、小艦隊を発見するが、目標まで、およそ7キロも離れていたので攻撃はできなかった。3日後の4月11日午後には、北緯06度45分統計122度41分、北緯6.750度統計122.683度、 6.750122.683の、ミンダのおとうさんぼあんま東大東方27回地点で、ダバオに向かう特設運送管制川丸を出迎えるために、同じくダバオに向かっていた、駆逐艦周運を発見。18時17分、周運に対し魚雷を4本発射し、2本が命中した、秋雲は左に45度倒れ、40度の角度をつけながら沈没していった。 翌4月12日、レッドフィンは、北緯05度12分統計123度57分、北緯5.200度統計123.950度、5.200123.950の地点で、熊型軽巡洋艦特畜艦を遠方に発見し、徐々に差を詰めていった末に魚雷を4本発射したが、当たらなかった。4月15日午後には、 北緯零六度四十一分、統計百二十三度四十分、北緯点六八三度統計百二十三点六六七度、六6.683、123.667の、ミンダナオ島南西端で、ハルマヘラ島からマニラに向かっていた m 十七船団を発見し、激しい雨に遭いながらも接近して、魚雷を6本発射。うち一本が、陸軍輸送船新友丸に命中したが、 沈没は免れた。レッドフィンは M17 戦団を追跡し続け、翌4月16日未明に、北緯07度04分統計123度27分、北緯7.067度統計123.450度、7.067123.450の地点で再度魚雷を6本発射する。魚雷は陸軍輸送船山形丸に本命中し、山形丸は 北緯06度51分統計123度37分、北緯6.850度統計123.617度、6.850123.617の地点で沈没した。4月22日から23日にかけては、ボルネオ島デントヘブン付近に、イギリスの長砲員を上陸させたが、日本軍の射撃を受けて、数名の長砲員はすぐさま、 レッドフィンに引き返してきた。しかし、残りは6月9日に、ハーダーが迎えに来るまで取り残されたままとなった。5月1日、レッドフィンは41日間の行動を終えて、フリーマントルに帰投した。5月26日、レッドフィンは3回目の紹介で、セレベスス会及びスールー会方面に向かった。6月8日、レッドフィンは死物海峡に、 フィリピン人ゲリラを揚陸させた。その後、たびたびに集結していた日本艦隊に対する監視を実施するよう命令を受けた。その最中の6月11日未明、レッドフィンは北緯06度00分統計120度50分、北緯6 0 0 0度統計120.833度、6.000120.833の地点で、特設運送船がさなぎ丸を発見。 魚雷を6本発射して、最初の魚雷を命中させ撃沈した。6月13日、レッドフィンは当時アメリカ軍が進めつつあった、マリアナ諸島攻撃に関わる重要な発見をした。この日、マリアナ諸島に向けて第一機動艦隊がタビタビを出撃し、レッドフィンは9時頃に、北緯零五度零四分統計119度40分。 北緯5.067度統計119.667度、5.067、119.667の地点で第一機動艦隊の出撃を目撃した。その内訳は空母6隻、戦艦4隻、重巡洋艦5隻、夕張型軽巡洋艦1隻、駆逐艦2隻であった。レッドフィンは攻撃の機会こそ得られなかったが、反撃の様子がないと見るや浮上して、 司令部に日本艦隊出撃の報告を行った。報告後は通常の紹介任務に戻り、6月21日には北緯09度53分統計125度14分、北緯9.883度統計125.233度、9.883125.233のリマ沢島近海で2隻の7千トン内市8 0 0トン給油操船。 総海底を発見し、魚雷を4本発射したものの効果はなかった。6月24日朝、レッドフィンは、北緯09度56分統計125度06分、北緯9.933度統計125.100度、9.933125.100の地点で2隻の輸送船を発見し、魚雷を3本発射。魚雷は、 陸軍輸送船アソマルに命中して、これを撃沈した。レッドフィンはもう一隻の目標に対しても、魚雷を4本発射し、1本が命中したと判定された。7月1日、レッドフィンは47日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。8月6日、レッドフィンは4回目の紹介で、南シナ海に向かった。 8月19日夜に推定1北伊02度22分、統計109度45分、北伊2.367度統計109.750度、2.367109.750の皿枠、尻久美咲近海に嫌いを付設。翌8月20日午後には、北伊02度43分統計110度39分、北伊2.717度統計110.650度、 二点七一七百十点六五零の地点で8隻の輸送船団を発見し、浮上攻撃により三度にわたって、魚雷を計七本発射したが、いずれも命中しなかった。この後、レッドフィンは特別任務の命を受けた。これより少し前の八月十二日、バラバク海峡でフライヤーが食来沈没し、艦長のジョンディ・クローリー詳細下の生存者や他の難民が、 パラワン島の一角に、アメリカに、有効的なゲリラの手で保護されていた。レッドフィンは8月30日に、クローリー詳細以下と接触、救出するため行動したが、あいにく会合予定地点に商船らしきものが停泊しており、むやみやたらと行動すれば、ことが露見する、可能性もあった。そこで、レッドフィンは無線で、クローリー小らと連絡を取り、 予定日に会合予定地点の北緯08度48分、時計117度54分、北緯8.800度時計117.900度、8.800、117.900で浮上して停泊していた200トン級海上トラックを砲撃で撃破してからクローリー,ショーサイカフライヤーの乗員を収容した。レッドフィンはゲリラに対し、 クローリー詳細化を保護してくれたお礼として、食物、潤滑油、医療用品、携帯兵器、弾薬及び、予備の靴、医療を与えた。9月5日に、ダーウィンに到着して、クローリー詳細化のフライヤー乗員を上陸させた後、翌9月6日に出港して、紹介を再開した。9月12日午後、レッドフィンは、難易05度29分、統計120度29分、 何位5.483度統計120.483度 -5.483120.483 の地点で5000トン級輸送船とタンカーからなる輸送船団を発見し、魚雷を4本発射して1本が命中したと判定。爆雷攻撃と感高いスクリュー音が聞こえたため、レッドフィンは退避した。9月19日朝には、 南位05度36分統計122度16分、南位5.600度統計122.267度、マイナス5.600122.267のカバエナ島近海で小型小海底を発見し、浮上方船で打ち沈めた。生存者を救助後尋問したところ、船の名前は何個丸と言った。2日後の9月21日未明、レッドフィンは、 南位05度26分統計120度46分、南位5.433度統計120.767度、マイナス -5.433120.767 の地点で小型輸送船と捕鯨船回送の警備艇を発見し、魚雷を4本発射して2つの爆発があったものの、相手に損害を与えなかった。9月24日には、 南位04度31分統計118度26分、南位4.517度統計118.433度、マイナス4 5 1 7 1八8 4 3 3の地点で20トン級セールボートを発見し、これも浮上報線で撃沈した。9月25日午後にも、南位01度06分統計118度01分、 難易1.100度統計118.017度、マイナス1.100118.017の地点で5000トン級タンカーを発見して、魚雷を4本発射し、その撃沈を報じた。10月7日、レッドフィンは57日間の行動を終えて、フリーマントルに帰島した。10月26日、レッドフィンは5回目の紹介で、ルソン島近海に向かった。 期間の始めは、バリクパパンを空襲する爆撃機の援護任務に従事。11月8日、午後、レッドフィンは、北緯13度00分統計116度48分、北緯13.000度統計116.800度、13.000116.800のマニラ西方440キロ地点で、マシレイ酸戦乱を発見。魚雷を6本、4本。 再び6本と、計1 6本発射し、浮上して砲撃も行った。タンカー第2日南丸は、レッドフィンに気づいて、すぐに反撃したが、ほどなく魚雷が命中し沈没した。11月12日には、北緯13度00分統計118度13分、北緯13.000度統計118.217度、13.000118.217の、 地点で航空機の名声を排する輸送船団を発見し、追跡の上で夜に入ってから、浮上攻撃を仕掛ける。魚雷を4本発射し、9000トン級輸送船に魚雷が1本命中したことを確認した。護衛艦に対しても魚雷を3本発射したが、こちらは命中しなかった。その後、レッドフィーンはアメリカ本国に向かうこととなった。12月29日に、 サイパン島タナパグ港に寄港し、翌日出港。1945年1月7日、レッドフィンは68日間の行動を終えて、真珠湾に帰港。メアアイランド海軍造船所に開港されて、オーバーホールに入った。オーバーホール中に、レッドフィンには水中に付設してある機雷も探知できる特殊なソナーが設置された。艦長がチャールズ系ミラー少佐に変わった。 5月30日、レッドフィンは6回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介では、感染攻撃より日本近海に付設された嫌いの状況を探索するのが主任務となっており、レッドフィンは6月23日から29日と7月2日から6日にかけて北海道から本州沿岸部に付設されていると目される嫌いを調査した。7月10日、 レッドフィンは36日間の行動を終えて、真珠湾に帰祷した。7月30日、レッドフィンは7回目の紹介で日本近海に向かった。この紹介でも九州沿岸部における嫌いの不設状況を調査するのが主任務であり、8月11日から実施していたが、4日後の8月15日に終戦を迎えた。9月5日。 レッドフィンは34日間の行動を終えて、グアムアプラ港に帰港した。レーダー紹介潜水艦としてのレッドフィン・レッドフィンは、コネチカット州、ニューロンドンに開港され、1946年11月1日にで、予備役となった。その後1951年4月に、フィラデルフィア海軍交渉で、レーダー紹介潜水艦への回収が行われる。s s r に、 艦首変更された、レッドフィンは1953年1月9日に最終駅し、続く6年にわたって、本国沿岸、北ヨーロッパ、地中海でレーダー紹介任務に当たった。1959年4月にレッドフィンはフィラデルフィア海軍交渉で完成誘導システムが装着された。レッドフィンはポラリス運用潜水艦で使用される。 完成誘導システムをテストするための実験艦となった。レッドフィンは最初の弾道ミサイル潜水艦であるジョージ・ワシントンに先立って第14潜水艦隊の機関となった。1963年4月に事故を起こしたスレッシャーの探索後、レッドフィンは6月28日にギース -272 へ艦種変更された。 レッドフィンは大西洋で特別調査及び開発実験を行い、実験終了後の1967年5月15日に予備役となり、メリーランド州ボルチモアで予備役訓練艦となる。レッドフィンは1970年7月1日に除籍され、1971年3月3日にデラウェア州ウィルミントンのノースアメリカンスメルティング社に売却された。 レッドフィンは第二次世界大戦の先行で6個の従軍聖賞を受賞した。親友丸はマニラ到着後にバターン半島で受け放題になった。ありがとうございます。